にちは、チーフのミロです。5月1日本日のフロンティア TV を始めます。本日は新着物件とございませんので、ホームページの賃貸借りたいのページご紹介させていただきます。消えちゃいました。はい、トップページからですね。借りたいのボタンを押していただくと賃貸のページが出てきますね。はい、こちら条件から探すとありますけれども、新着のシングル、ファミリー、ペットカー等ですね。こちら条件から一覧に飛ばすことができますね。まあ、都内みたいに何千件ってあるわけじゃないんで、まあ、一覧でですね、まあ、地域全体出ていきます。で、地域から探したい場合はこちらですね。地図上で例えば富士吉田市というところを押してみますと、まあ、吉田のですね、このエリアですね、上吉田のシングルかファミリーかとかですね、荒倉の場所がいいとかですね、こちらから探すこともできます。で、吉田のシングル、二人暮らしファミリーとかですね、場所とそのシングルとかであれば、シングルはまあワンルームからですね 2DK、 二人暮らしは 1LDK から 2LDK、 ファミリーは 2DK 以上で出てきます。でその横、決議型おすすめ賃貸物件ということでですね、まあ、私が勝手におすすめしておりますけれども、まあ、例えば A 型だと争い事を避けるために自分を抑えがちと言われる A 型、1階2階利用可能で上下階のトラブルが皆無なテラスハウス、もしくは戸建てで気楽に過ごしましょうとかですね、血液型のタイプに合ったものをセレクションしてあります。ちょっとタブレットだとこの O 型のところの物件が切れてますね。すいません。で、特集、大東建託の特集とかテラスハウス物件特集、物件動画から探すなんていうのがありますね。これ YouTube に飛ばしてあります。まあ、サクッと検索ありますね。こちらはプルダウンからですね、家賃から選択とか初期費用からとかですね、はい、ありますね。プルダウンからも一発で検索することができます。ピックアップコンテンツとしましては、まあ、動画当社だいたい9割ぐらいは動画入ってますからね、動画で見る富士山の見える物件、毎週1回ブログの方で紹介してあります。新着カップル向け物件、こちらがですね、カート機能といって、ちょっと気になったものをカートに入れてまとめて問い合わせとかもできます。写真がちょっと入んないんでですね、外観写真と間取りと動画しかちょっとないんですけど、新婚カップル向け厳選50物件を載せてありますね。あと地図から検索、不動産クイズ、これも週1回更新してますね。で、マンスリー物件とかあります。これ希望条件登録、条件に合った物件をメールでお知らせするおすすめのシステムですね。で、実際予約したい方は案内予約で、不動産のなぜ、まあ、いろんな不動産についての疑問をですね、まとめてありますので、気になった方はチェックしていただければ面白いと思いますね。あとは SNS 系の、まあ、Facebook ページとか Twitter 等やってます。はい、でこちらキャンペーンとありますけれども、まあ、引っ越しの境を使うと
割引になるとかですね、まあ、こっちはもうネットも割引になるとか、あ、なんか変なことしちゃいましたね。あとはスタッフの動画ショーコレクション、当社に撮ったまあショーとかですねが載ってます。まあ、気になった方こちらの方チェックしていただければと思います。では本日のフロンティア TV よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。